ご視聴ありがとうございますこれよりお送りいたします作品は村松松風作脱起のお百ですこの作品は大正9年1920年歩家劇団の中の一作として刊行されましたその後1949年上演小説特集 の中にも収録されています作者村松尚風は本名村松義一明治22年1889年に静岡県で生まれました小説家作家として多くの作品を残し昭和36年1961年に71歳で亡くなりました。村松智美の 祖父にあたりますそれでは本文をどうぞ第一章もし太夫さんこの頃流行る面白い歌をあなたはお聞きなされましたかいと神井のナオはもっといの端を口にくわえて ぎゅっと根を締めたあとで畳の上まで垂れている漆のような黒い紙を櫛で掻き上げながら行った外へ面した出窓には磨き込んだ千本格子が余っていてその向こうへ低く垂れたひさしが格子の半ばあたりまで黒い影を作って全然空の眺めを遮っていた。戸外には照りつけるような 真昼の日が燃え狂っているのにここはほとんど夕闇に似た薄暗さに閉ざされている折々気まぐれな風が狭い格子の隙間からやっこくなって舞い込んできてはピンと張った瓶の毛をなぶってみたりくつろげた浴衣の襟から雪のような肌の奥まで無造作に入っていったりするその面白い歌というのは 一体どんな歌おやそれでは太夫さんは知りなさらぬかいな初めは誰が作ったのかこのごろは子どもまで歌っておりますのにお前ちょっと歌って聞かせておくれはいはい歌いまするでござりまする」。とお直は浄瑠璃の文句で言ってせっせと揚げの形をこしらえながら小声でこんな歌を歌った「祇園」。 丸山西ら芝居の櫓暗き夜の闇も月夜も分かちなく触りがちなるお百はどこに松兵松兵と夕涼み鏡の中を見つめて聞いているお百の顔に心地のよさそうな微笑が現れた小歌そのものは彼女の耳へ既に幾度となく入っていたのだが。 師匠の芝居へ出勤している中村家宿は世にも稀なる美少年でその舞台顔を見ては男でも女でも反問を起こさぬものはないというくらいの評判であった芝居は家く一人で背負って,って立っているかのような人気であった悲喜客は争って彼を招いてさらに優美なその素顔に接しようとするのであったが 先から先へ重なっている約束のために容易に望みが果たされない客は仕方なし「松兵衛松兵衛」兵衛と言って辛抱して彼の来るのを待っているそこで誰言うとなく彼のことを「松兵衛」と呼び始めたのが今では賢の通り名になっているこれほどの人気役者と併称されて小唄にまでのぼせられたことを考えると「 お百は自分の体が急に大きくなって見えてくる死んだ母親と2人で苦情で惨めな暮らしをしていたのがたった3年前のことだ親の大病のためにこの祇園の山村屋へ売られてくる時には到底浮かぶせのない地獄の底へ落ちていくように思ったものだその時今の前世をどうして夢にだに想像しよう 人の身のの身上ほど分からぬものはないしかしこれが運命というものだろうかお百はこう考えながら鏡に映っている自身の姿をちょうど絵を批判する人のような心持ちで眺めたいやいやそれは運命というような偶然なものではないかもしれない自分はこれほど美しい要望を持っている我ながら恍惚とするほどの魅力を備えている。 万人に優れた器量の持ち主である自分としては、現在ぐらいの栄養を誇ることは、むしろ当然すぎることなのかもしれない。こう考えると、お百の胸には急に強い誇りがいっぱいに羽を広げた。あらゆる歓楽、あらゆる幸運が、まだ前途に限りなく続いていそうに思われた。女は器量が第一。 器量が悪く生まれるほどなら虫になる方がましでござんすしたが太夫さんのように世間でもてはやされたらさぞ面白いことでござりましょうな」とお直はこびるように言った「お直殿お前賢さんの素顔を知っておいでかえ知ってますとも私は運よく二度までもあの方の素顔を拝みましたものそう。 定めしお美しいお方だろうね。それはそれは美しいとも綺麗とも到底口では言われません。本当に私はぞっとして身震いが出ましたよ。おなおは急に調子づいてカシクを見た時の話をこと細かにしゃべりだした。今が今までお百を褒めちぎっていたことも忘れてしまったかのようにあらゆる誇張した言葉を用いて。 しかしそれはおなおばかりでなく誰でもこうであった「そんなに賢さんは美しいのだろうか」<laughs> 彼女は自分よりもはるかに立ちさった美貌の持ち主を想像してみたそして嫉妬憎悪連舗そうした思いを空想の人に寄せるのであった。 第二章朝であったそれでもじりじり暑い日が低くから照りつけていた子犬が狂っていたり舞妓が歩いたりしているそこらの町は門先まできれいに吐き清められて往来にはしっとりと打ち水がしてあった格子先に植えた竹の葉がかすかにすれ合うたびに風鈴が凛々になったりしている。 山村家の前へ籠が2丁を並べて据えてあった先の籠へはお百が乗って後の2は中井のお金が乗ったお百は髪を稽古曲げにいって長襦袢が透けて見える涼しそうな着物を着ていた彼女は柄の長い日傘を持ったまま籠の中へ入ると細工物のように きゃしゃなかかとをちょっとたれの下からのぞかせるほどに座ったかごは威勢よく走った目ざとい人がそれを見かけて足を止める自分には遠の昔向,向こうへ通り過ぎていたはんかな町を抜けたり長い橋を渡ったりしてから2つのかごは四条通りをちょっと横へ入ったところの菊水という茶屋の表へつけられた2人は 茶がかった離れ座敷へ通った。おきんはすぐありげに立って出て行った。それからしばらく経ってから、おきんはニコニコ笑いながら再びそこへ戻ってきた。1ついただきましょうか。おきんは禅の上のさかきを手に取った。お百が尺をしてやった。守備はどう？上々吉おきんはぐっと飲み干して。 堺の大臣の名を語って使いをやりましたのですぐに参るという返事でござんしたうれしいお百は子供のように肩をゆすっていったがすぐ不安そうな目つきをしてしたがおきんどん賢さんがここへ来て人をだましたと言って怒りなされやしないだろうかそこはあなたの腕次第というものしたがその美しい顔を見たら なんぼかしくさんでも腹は立てられますまい。お金はしきりに手じで重ねた。お百は両方の袖を合わせて胸を抱きしめていた。そうしていてさえ胸の踊るのがはっきり感じられた。平常の自負心が手やともすると尻込みしてしまいそうになった。一面青ごけの生えたじめじめした地面へ玉のような光が落ちていた。 一段の葉虫が上がったり下がったりして踊り狂っている。どこかで蝉が鳴いているとガサガサ音をさせて、葉紋の茂みからのっそりガマが現れた。ガマは二足三足歩くとそのまま椅子くまってしまってじっとこちらを見つめていた。何者かを暗示するような機械なその眼差しを見ているうちに、 お百の胸にふとと妙なことが浮かんできた。それは彼女の母が夜ごとに蛇が体内へ入った夢を見て彼女をはらんだという話であった母はどんなにそれを気にしていたか知れなかった時折その話をしては成長した娘の将来を戒めたのであった「自分は蛇の生まれ変わりなのかもしれない」なんということもなく お百はそんな気がした。かつてはバカバカしいばかりだった母の言葉がかえって自分にまつわる神秘を語っているかのように聞こえてきた少なくとも高等なそんな話を信じたいような気持ちになっていた彼女は急に水のように冷ややかなそして蛇のような必要な気分に立ち戻った中井に案内されて家宿が来た彼は 座敷の模様を見てちょっと懸念そうな表情をした。おきんはうむを言わさず、可喜の手を取ってお役と並んで座らせた。堺の大臣はどうなされました？可喜は軽くえしゃくをして座につくとすぐにこう言って聞いた。はい、今しがたちょっと御用でお出かけなされましたが、もうおつけお戻りなされるでござんしょう。 したがまだ時刻もお早いことゆえあなたもごゆっくり遊ばしてくださいませ。おきんは家畜の前へ座って酒を勧めながら酒井の大臣の噂だの家畜が出ている芝居の評判などをそれからそれと話しかけた。家畜は酒造家へもあまり手を触れず軽く話の受け答えをしていた。時に小なた衆は。 どちらの方かついぞお見かけ申さぬがお百は黙ってたもとの端をいじっていたなよなよした肩から抜け出したような真っ白い首筋が優美な線を引いて重たそうに紬をうなだれていた半分現れている耳が薄赤く燃えていた私たちはずっと遠方のものでござんすもしあなた日頃 恋焦がれた賢さんにお近づきのきをあげませぬかいなお金は冗談のようにこう言ってにわかに何か思い出したらしい様子で席を立ったお百は初めて相手の顔を見た賢は水色の肩びらに同じ色の羽織を着ていたもう二十歳近いのにいまだに前髪を惜しんで若手姿を変えずにいる。 そのやましいほど美しい姿がたちまちお百の血を湧き立たせた「こなたはどこの芸妓衆じゃ?」いいえ私は芸妓ではござんせん「芸妓ではない」「さらば堺の大臣が重いものとでも言われるか」かしくは杯を含みながらにこりと目で笑った「お金はいつまでも戻ってこなかった」山奥のような 虚弱な空気が座敷のうちに流れていた。二人は互いにかすかな息の乱れを感じ合っていた。とうとうかしくは不安らしく言った。大臣はどうなされたのであろう。全体どこへおこしなされました。お百は思い切ったように顔を上げた。もう何もかも話してしまいましょう。実は堺の大臣と申したわ。 あれは残らず嘘でござんす。<え>もし賢さんあなたをおだまし申したも一目なりとお顔が見たいばかり焦がれる身の切なさをお察しなされてくださりませんお百はもゆるようなまなざしでじっと相手の顔を見つめながら体をすり寄せた賢が何か言おうとした時には女の柔らかい手が しっかりと彼の腕を捉えていた。